浦添総合病院は沖縄県浦添市にある社会医療法人人愛会が運営する私立病院。1981年4月7日医療法人人愛会を沖縄浦添病院として開院1982年8月に浦添総合病院に名称を変更した。1984年12月に救急病院に指定され、 1989年10月に救急部を開設1990年7月から救急診療の24時間体制を開始した2005年4月に新型救命救急センターを開設2005年7月に民間ドクターヘリ事業を開始2008年12月1日からは沖縄県ドクターヘリ事業へ移行して基地病院となっている 2012年4月に乗用車タイプのドクターカーシステムの運用を開始した。運行時間は2013年6月より365日9時から17時までを運行時間とし、活動エリアは主に浦添市、宜野湾市、那覇市など7消防本部と協定を締結。拠点病院から15分圏内の各市町村を活動範囲としている。使用車両は、 スバルフォレスター。消防無線実装、医療福祉無線実装。全国に先駆けて、院内救命士を養成。現在先住の救急救命士4名が、ドクターカー業務に従事している。さらに、消防 OB で看護師資格を有する職員をトップに、据えた災害救急情報管理室でミックを設置し、病院前救急診療の情報管理、広報支援を行っている。 救命救急センター及びドクターヘリキチ病院として、沖縄県立南部医療センター、子ども医療センターとともに、沖縄本島南部及び離島の3次救急を担っており、私立病院としては、沖縄県で初めて災害拠点病院の指定を受けている。また、地域医療支援病院及び、平基地医療拠点病院の指定を受けており、専門医療、高度医療を担う、 拠点病院として地域の医療機関と連携している。2016年度の紹介率は62.3%となっている。ありがとうございます。